コスパ最強を見つけました。こんにちは。キャンプ道具紹介のうぱぽです。今回は今注目のメーカー、キャンピングムーンさんのキャンプ道具何持っていますかランキングです。皆さん、キャンピングムーンさんって知ってますか？え、知らない。それはもう次の日仕事なのにショート動画見すぎて深夜になっちゃってるくらいもったいないです。キャンピングムーンさんといえば中国を代表するアウトドアメーカーで、他社と比べると商品の安さ、つまりですね、コスパがかなり魅力的なメーカーさんですね。ただ、安かろう悪かろうでは困りますよね。中華製品って聞くと、まあ日本人は少し不安を感じてしまう方も多いと思います。でもですね、それ大きな間違いなんです。メイドインチャイナって書かれた商品が有名メーカーに多いように、中国の技術っていうのはかなり進歩してます。頑丈で使いやすくて改良された商品が多くて、今注目されているメーカーです。まあそれもそのはずですね。キャンピングムーンさんの商品っていうのは、あれこれってあのメーカーのあれじゃないっていう二度見してしまう商品が結構あります。まあ、口コミにはパクマネーというかね、インスパイアされた製品が書かれているように、商品の見た目っていうのは一緒でも価格がかなり安いっていうものが多いみたいですね。有名メーカーと同じクオリティで価格も安いってなると、今まで購入したことのない人はもっと安く知りたかったと後悔してしまうかもしれません。でもですね、まだ遅くはありません。今回の動画を参考に、キャンピングムーンの安くていい商品の購入検討してみてください。今回のおまけパートはキャンプのあるあるを一つご紹介します。おまけパートは動画の最後に言いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。インスタフォロワー4万5000人以上に聞いた、キャンピングムーンさん何使ってますか人数別のランキング、第10位はこちらです。ソロドリッパーです。皆さんこれ普通のドリッパーって思ったでしょう。それ本当にもう一回茹でたそうめんでバンジーしてきた方がいいです。これマジですごいんですよ。まず、キャンプ動画を見ている皆さんならですね、一度は憧れることだと思います。そう、おしゃれキャンパーさんは大抵豆からコーヒーを引いてますよね。キャンプの朝に焚き火とコーヒー、これさえできればおしゃキャン認定ですよね。ただ外でコーヒーを入れると思うと必要なものが結構多くて、ちょっと面倒だなと思うことないですか？豆から引くなら見るっていうのが必要ですし、ドリッパーとかフィルター、お湯を沸かすっていう手段も必要になってます。またですね、意外にもこのドリッパーのサイズに合ったカップがなかったりして、なかなか思うようにできないなんてこともあるかもしれません。このキャンピングムーンさんのソロドリッパーは4枚のこのボードを組み立てて使えるんで、サイズ的にはかなりコンパクトです。一回組み立ててみますね。この引っ掛けを穴を通していくんですけど、今倍速でお届けしています。この引っ掛けなんですけど、組み立てとバラしには少しコツがいります。はめるのは簡単なんですけど、この最後の1枚これ組み立てるときに、これもコツがいりますね。一度はめると簡単に外れないんで、逆に持ち運ぶときも、このつけたままでも持ち運び全く問題なく運べます。バラすときですが、引っ張って外すと外れます。結構ねこれ簡単じゃないんで、力をかけないといけないんですけど、慣れれば簡単かと思います。カバンに楽々入る大きさなんで、持ち運びには全く困りません。このドリッパーを置くカップもですね、直径7センチのマグとかタンブラーとか、普通そういったドリッパーいけるんですけど、このドリッパーなんとですね、14センチのあの普通のシェラカップにも置くことができます。このシェラカップに置けるっていうのがめっちゃ便利じゃないですか。サイズを選ばないドリッパーはかなり使い勝手がいいですよね。で、素材もステンレスの304っていうのできてるんで、錆にも強くてですね、丈夫なのも魅力的ですよね。サス304っていうのはスプーンとかナイフで、キッチンのシンクとかですね、厨房機器の周辺にも使われているのがこのサスの304です。まあ普通にしてたら錆びないってことですね。で、これ厚さもね、1ミリぐらいあって、まあ1ミリってなんか薄いような感じると思うんですけど、めちゃめちゃ分厚いですね。結構頑丈ですね。僕は簡単には曲げれなかったですね。まあ僕がもう握力35キロっていう中学校2年生レベルの僕なんですけど、僕がもう最大力入れたとしても曲がらなかったです。あとこれめっちゃ便利なのが、この収納ケースっていうのがついてます。で、仕切りがついてるんで、まあ、ここにドリッパーを入れたりとかですね。あとは、ドリップの、何ですかね。茶色い三角形の三角錐みたいなやつが入りますね。お値段は1980円でした。さあ、続きまして、フォロワーさんに聞いたキャンピングムーン何使ってますか？第9位は、そう、ケトルです。皆さん、こういったケトル持ってますか？僕はこれ正直、買う前は持ってなかったんです。まあ、ケトルっていうのは、キャンプにおいて必要不可欠なアイテムと言われておりますね。お湯さえあれば、なんとかなると思えるほど、お湯っていうのはかなり重要な役割。果たしてくれますよね。鍋でもお湯は沸かせるんですが、焚き火のすすが入って
ったりと、こう気にする方なら、こういった蓋付きのこんなケトルが便利だと思います。ちなみに、このケトルのメーカーランキングでは、こういうケトル何持ってますかっていうアンケートですね、インスタのフォロワーさんに取ったところですね、1位はコールマンさんのでした。まあ、コールマンさんもいろんな形あると思いますので、で、カップ麺とかレトルト食品とかですね、テントの設営とか撤収の時など、あんまり時間のない時の食事っていうのは、お湯、これかなり重要ですよね。まあ、我が家ではですね、合言葉のようにですね、最悪カップ麺があると言ってます。子供たちにとっては最高な料理なんですけどね。どんなにね、手の込んだご飯よりもカップ麺がいいと言っております。カップ麺も150円出せば買えますが、これまた美味しいんですよね。まあ、外で食べるからっていうのもあるんですけど、やっぱり企業努力の賜物ということで、次、皆さん、ケトルでカップ麺。いかがでしょうか。あと、お湯の使い方としておすすめしたいのが、食器洗いの時です。これ、いろんな方におすすめするんですが、油汚れもお湯があれば一発なんで、我が家ではですね、炊事場に必ずですね、お湯持っていきます。本当に炊事場で、目の前で仲良く洗い物してるカップルの彼女が、油落ちないと言ってるのを見たらですね、いや、お湯使ってみますかと。もう一発やからと。言いたくてうずうずしてます。そんなキャンプにおける重要なお湯ですね。まあ、ケトルもいろんな形があるんですけど、このキャンピングムーンさんのケトルはスタンダードなこの夜間型をしたケトルです。軽量は 180g とかなり軽いです。容量はですね、こう見えて1リットルも入ります。十分ですよね。特徴としては液垂れしにくいっていう注ぎ口で、出だったところにお湯を注げる仕組みになってます。これどうですかね？これちょろちょろ出てますかね？なんかこれだったら頑張ったらあのおしゃれな人が入れてるコーヒーもいけるかと思います。先ほどですね、ご紹介した10位のドリッパーと組み合わせてですね、キャンプでコーヒー楽しむのもいいですね。さあ続きましては、フォロワーさんに聞いたキャンピングムーン何使ってますかランキング第8位はガスキャンドルランタンです。皆さんはキャンドルランタン使ってますか？正直必要かと言われれば必要ないアイテムかもしれません。 LED ライトとかガスランタン、オイルランタンっていうのがあれば夜のですね、食事とか明かりの役割っていうのは十分です。逆にキャンドルランタンだけではかなり優しい光なんで、暗くてご飯を食べたり作ったりする、これちょっと少し不安がある明るさですよね。じゃあどんな時にと言われれば、やっぱり周りが寝静まった時のような夜に、まだちょっとお酒を飲みたいななんて時にですね、手元を照らす明かりとして使っている人が多いんじゃないでしょうか。キャンドルランタンの名の通りですね、キャンドルのように揺らめく火が特徴です。燃料はガス式の OD 缶、もしくはここを回して外すとですね、この中になんか充填できるみたいなので、この中にですねガスを入れて使うこともできます。着火はですね、ライターとかをですね近づけて簡単に火をつけることができるんで、手軽さも魅力ですよね。キャンプでは自然に溶け込んで非日常を楽しむというテーマがあると思います。すべての明かりを消してですね、キャンドルランタンだけをつけて、月の明かりとか星のきらめき、風の音、木の匂いを感じる、そんな体験を目的としている仙人のようなキャンパーもいるはずです。まあ、子供と一緒のファミキャンだったら、まあ、そんな体験も一つの楽しみになるかもしれませんね。あとはキャンプに行きたいけどなかなか行けないんだよという忙しいキャンパーさんいませんか？子供にもどっか連れてってって催促されてもなかなか行けないというお父さんお母さんいるんじゃないでしょうか。そんなご家庭で、ね、家で手軽にキャンプっぽさを味わうには、キャンドルランタンは手軽でちょうどいいアイテムと言えると思います。いつもと違う雰囲気、これを味わうだけで子供たちは喜んでくれると思います。家で焚き火をすることが無理でも、家の明かりをキャンドルランタンにするだけでかなりテンションが上がると思います。キャンドルランタンの明かりだけでご飯を食べてみるとか、子供部屋の明かりのキャンドルランタンだけにしてみるみたいな、まあ、これは火事には結構注意していただきたいんですけど、もうそういったですね、普段と違った雰囲気の火があると子供たちは喜んでくれるはずです。まあ、子供だけじゃなくて、お父さんの部屋の明かりとかキャンドルランタンを使ってますという方も実はいるんじゃないかなと思ってます。まあ、火遊びっていうと聞こえが悪いんですけど、キャンプはですね、火を見るために行っているみたいな、そういった方も多いと思います。まあ、焚き火じゃなくて火の明かりを楽しむっていう時間も楽しいと思います。 OD 缶を使う場合ですね、適用してないガス缶もあるようなんで、購入前に注意が必要です。まあ、有名どころで言えば、ソトさんとかスノーピークさん、コールマンさんには対応しているようですね。キャンプでも家でも使えるキャンドルランタン、ぜひおすすめしたいアイテムです。まあ、ガス缶を直につなぐタイプだとちょっとおしゃれさに欠けてしまうという方は、まあ、個人的にはこの充填できるタイプ、これはめっちゃいいと思います。お値段は6480円でした。ちょっとお高いなと思った方は、家でも使えると思えば安いはずです。さあ次に行ってみましょう。フォロワーさんに聞いたキャンピングムーン何使ってますかランキング第7位はテーブルです。出ました、このテーブルですね。皆さんこれどっ
こかで見たことありませんか？そう、ユニフレームの焚き火テーブル、これと同じですね。しかもこのキャンピングムーンさんは形式付き、メーカーにこだわりのない方にはもってこいのアイテムですね。いや、ウーパパさん持ってないじゃないかと、そういったお声ありがとうございます。そうです、結構僕もキャンプ道具を買ったりとか散財してるんですけど、テーブルだけはですね、奥さんから今回許可がおりなくてですね、いや、テーブル何個あるんって言われました。まあ確かにピクニック用とかを数えたらめちゃめちゃ種類あるんで、ですので今回はあの画像だけで失礼します。もっともっとね、再生されて広告収益っていうのが入ってくれば、それがキャンプ道具に変わってはいくので、ぜひ皆さんどんどん再生していただければと思います。キャンプで料理をしたり焚き火をしたりして、ダッチオーブンとか鉄板、それ一旦どかさないといけないってなった時に、熱くて重くて、で手袋しててもうわ手があってなったことないですかね。これどこに置けばいいのみたいな、で革手袋とかもその何十秒も持たないんでどっか置きたいみたいな、そういったあたふたした経験皆さんないでしょうか。そんな時ですね、この焚き火テーブルがあれば解決できます。まあ、焚き火テーブルは熱に強い特殊なステンレスで作られてるんで、熱いものをそのまま置けると、これはキャンプシーンにおいてはかなり役に立ちます。サイズは55センチ×35センチっていうサイズ感なので、まあ大人2人だと十分な大きさですね。焚き火の横に置いておくサイドテーブルとしてもちょうどいいですし、で、これがユニフレームさんだったら8000ぐらいするんですけど、キャンピングムーンさんのは5500円とちょっとお手軽になってます。さあ続きまして、フォロワーさんに聞いたキャンピングムーンさん何持ってますかランキング。第6位はこちら、ODCB アダプターです。ODCD 意味わかりませんっていう人、落ち着いてください。これ画期的な商品ですね。僕はこれ正直2位くらいだと思ってました。これ今僕は持ってないんですけど、よく行く先輩が持ってまして、めちゃめちゃ便利なんですよ。この存在知った時は、あ、そういう方法もあるんだって思って感心しました。これ何かっていうと、 OD っていうのがこちらのアウトドア缶と言われてるもので、 CB っていうのがこちらのカセットボンベ、その略ですね。キャンプでも活用する機械の多い OD 缶、ガスランタンとかコンロ、ストーブなんかにいろんなシーンで使えます。でもこの OD 缶ちょっと高いんですよね。まあ、一般的なカセットガス、まあ、いわゆるですね CB 缶の方が安くて、スーパーとかホームセンターどこでも売ってるんで、買い忘れたなんて時はこのカセットボンベ、この CB 缶の方はすぐに手に入るんですけど、 OD 缶ってなかなかないじゃないですか。でこの OD 缶のガス口を変換できるアダプターっていうのがこれです。これねめちゃくちゃ便利なんですよね。正直使ったことがない方は本当に大丈夫かなって不安はあります。ただ口コミ見ている分とか、僕の先輩使ってるのを聞くと、まあ、皆さん問題なく使えてですね、でランニングコスト下がったという声はあります。メーカーによってはですね、あの適合しない機種っていうのもあるんで、必ず確認するようにしてください。 Amazon ではですね、岩谷とかアラジン、ソット、サウスフィールド、ノーススターのガス缶、これは対応しているっていうことが書いてありました。またですね、同じ外でも使えるものと使えないものがあるみたいなんで、購入前には必ず確認してください。でこれガスを扱う作業なんで注意が必要なんで、安いからって言って飛びつくんではなくて、注意事項とか機種も必ず確認していただいて、キャンプの前にですね一度お家の屋外とかで試してみることをお勧めします。お値段は Amazon で見て1000円でした。さあ続きまして、フォロワーさんに聞いたキャンピングムーンさん何使ってますかランキング第5位はこちらです。そう、焚き火台ですね。焚き火台にもいろんな形や性能がありますけど、キャンピングムーンさんの焚き火台はメッシュ素材の網の上に薪置くタイプを採用してます。焚き火台ってめちゃめちゃ重くないですか？我が家ではいつも通り焚き火台っていうのを使ってたんですけど、子供に運んでもらうには無理な重さですよね。まあ、もちろんいろんなメリットデメリットがあるんで、例えばスノーピークさんの焚き火台は言うまでもなく素晴らしい商品なんですけど、デメリットとしてちょっと重たいとかかさばるっていう点もあるかと思います。初めてねメッシュタイプの焚き火台見た時は衝撃でしたね。いや、こんな焚き火台あるんやと。でメッシュタイプの焚き火台のメリットっていうのは大きく3つありまして、まずは軽量である、でコンパクトにまとめられるってことです。で金属製の板ではないんで、ケースに入れて収納することができます。重さも鉄の焚き火台とかやったらだいたい5キロ以上すると思うんですけど、このキャンピングムーンさんの焚き火台は 0.9 キロです。軽量コンパクトなのはソロキャンプとかバイクの方には嬉しいポイントですよね。あとこのメッシュの焚き火台、熱効率がいいってことなんですよ。薪が燃えるには酸素を送ることは重要になるんですけど、メッシュ素材の焚き火台やと通気性がいいんで、燃焼効率は言うまでもなくいいですよね。少しごつめの薪でもボーボーと燃えてくれます。でちょっとキャンピングファイヤーのような燃え方してくれるんですよ。下からですね空気が入るんで、でまたですね通気性がいいということは冷えるのも早いんで、片付け直前まで
焚き火をしていられるっていうのもメリットもあります。片付けには冷やす時間って一回と重要なんですよね。朝って焚き火したいじゃないですか。で、冷えるのが早いっていうのは僕にとってはメリットが大きいです。で、三つ目はお手入れが楽っていうことです。大きな焚き火台を炊事場っていうんですか、洗ってるお父さんよく見かけますよね。まあ、それがいいとか悪いとか置いといて、大きくて重い焚き火台は洗うのはとても大変ですし、タオルとかで拭こうと思っても綺麗な状態保つのはなかなか難しいと思います。それがですね、このメッシュの焚き火台だと細かい灰を捨てればメッシュ部分は軽く叩けば落ちますし、足になる部分もちょっと拭けばそれで終わりです。お掃除が楽っていうのはキャンプ道具にとってかなり重要なポイントですよね。そしてね、やっぱり魅力的なのはそのお値段、5,000円を切る値段で焚き火台を買えるっていうのは驚きですよね。現時点ではAmazonでは3600円ぐらいでした。これならですね、行く場所とか人数とかキャンプスタイルによって買い足してもいいかなっていう思える値段だと思います。かっちりとした重みのある焚き火台もかっこいいんですけど、時にはですね、メッシュタイプのこういったキャンピングウームズさんの焚き火台を使うと楽にキャンプができます。ですので、サブ的な使い方をする焚き火台としてはもうカバンに入る大きさなんでおすすめできる商品です。さあ、続きましてフォロワーさんに聞いたキャンピングムーンさん何使ってますかランキング第4位はこちら、ミニロースターです。皆さん、こちらですね、皆さんは朝ごはんはパン派の方が多いですよね。ですよね。パンの方にはこれは試してほしい、それがミニロースターです。皆さん、ホットサンドメーカーにちょっと飽きてきてますよね。シンプルにパンにバター塗って食べたくないですか？かといって朝から炭火ってめんどくさいですし、ガスコンロで直接焼いたりとかしてもすぐ焦げる。じゃあどうするのかっていうとこれです。こちらとってもコンパクトな焼き台ですね。まあ、これとバーナーさえあればですね、ちょっととした料理が手軽にできます。片付け前で大掛かりな道具を使いたくない、まあ朝とかですね、手軽にパパッとご飯作りたい時に便利です。パンならちょうど1枚置けるサイズなんで、トーストとかソーセージ焼いたり夜中のおつまみの乾き物焼くのにもちょうどいいですね。またファミキャンの方ならわかると思うんですけど、お子さんでキャンプしてるとご飯の時にもこう、私もやりたい、僕もするってこう手伝ってくれたりしませんか？小さいうちは一緒にやるっていうのもいいんですけど、もう少し大きくなってくると自分で用意して自分で作る、そういった工程もやりたいってこう結構いると思うんですよね。で、将来ソロキャンプやったりとか友達とキャンプ行くためにですね、少しずつ自分だけのキャンプ道具を増やしてあげようかなとなんて考えるお父さんお母さんにはこれがいいと思います。まあ、ただキャンプ道具って高いんでなかなか揃えてあげるのは大変です。ただこのキャンピングムーンさんのロースター結構おすすめです。まあ、僕のはこの M サイズで16センチ ×16 センチなんですけど、 S サイズはその3センチちっちゃい13センチ ×13 センチっていうのがありました。まあ、組み立ては簡単で、まあ、これを開いてですね、下の部分にグッと差し込むだけ。さすがにこの部分は小さい子供とかですね、指を挟んだりするんで、こう挟む作業っていうのは大人がしてあげてください。このロースターとバーナーさえあればですね、まあ、喜んでこの隣でシャウエッセンとかも焼いてくれるはずです。お子さんへのプレゼントとしてかなりおすすめです。このメッシュ部分もかなりしっかりしてるんで、壊れる心配はないと思います。さあ、続きまして、フォロワーさんに聞いたキャンピングムーさん、何持ってますかランキング第3位はペグです。で、ここでクイズです。皆さん、こういったペグは何に使うものでしょうか？これ僕、アジア圏中心に質問してきたんですけど、これほとんどの方がテントやタープを止めるものっていうのが大多数の人が答えたんですけど、これ僕は違うと思います。テントが崩壊しないためにただ一つの命綱、そう思ってます。そう、タープを止めているのはペグだけなんですね。突風が来た時にこのペグが抜けて飛んでいった時にこの飛んでくる、これ狂気ですよね。いきなり槍投げの槍が飛んでくる、あの感覚です。つまりですね、ペグはしっかりしたものを選びましょうということです。もちろん刺す角度であったり弱いペグっていうのは曲がってしまって使い物にならない、そんなこともあります。おいおい、ペグなんて村の鍛冶屋さんとスノーピークさんが有名なんで、ペグはこの2社だけでしょと思ってた方、キャンピングムーンさんもここへ含んであげてください。キャンピングムーンさんのペグなんですけど、マルテンサイト系ステンレスコ 420J2 っていうのを使ってます。まあ、これ僕も聞き慣れなかったんですけど、調べてみると、まあ、正直これテストに出ないんで覚えなくてもいいんですけど、まず鉄とステンレスだとステンレスの方が強度っていうのは強いです。で、そのステンレスの中で強度がめちゃめちゃ強いのがこれですね。しかも1回980度まで焼き入れして700度に焼き戻して熱々のペグにめちゃめちゃ強い力を加えることによって、この強い強度っていうのが実現したみたいです。
日本の刀でもですね、一度熱々にしてカンカン打って叩くことで強度を増すためにカンカン叩いてるって言われてます。半永久的に使えるステンレス素材で熱処理されているからかなりの強度があります。ですのでこれ頑丈さっていうのはステンレスの中ではピカイチですね。特徴としてはこのペグのヘッドの部分がフラットになってるんで、上からハンマーで叩いた時に打撃を確実に当てられるんで、うまく地面に刺さっていきます。あとフックのですね、かけられる丸穴とか、このちょっと見えにくいんですけど、このチョボ、このチョボがですね、ロープが抜けるのを防ぐデザインになってます。細かい工夫されてるんで、テントに付属のペグだけじゃなくて質のいいペグをきちんと持っておくことをお勧めします。キャンピングムーンさん、このステンレスペグ、これ実は機能性が高いペグなんですけど、テントの端っこ打つだけじゃなくてですね、いろんな使い方ができます。例えばこのごとくとして使えますと、熱量の高いですね、焚き火っていうのはだいたい250度から450度あるって言われてます。で、ただこのペグなんですけど500度にも耐えれるんで、つまりこれ火の中にぶち込んだとしても全く問題ないってことです。で、網忘れたって時にですね、このペグ、もちろんめちゃめちゃ綺麗に拭いてからなんですけど、焚き火の上にですね、こうやって並べて、簡易的なごとくにすることもできます。他にもですね、この穴に蚊取り線香を通しておけば蚊取り線香ホルダーにもできます。いきなりですけど、ウープバの公式 LINE を作っております。僕の公式 LINE 登録いただくと全国の穴場キャンプ場情報をプレゼントします。他にもですね、川遊びのキャンプ場とかホタルのキャンプ場、月1回くらいで有益な情報を発信してますんで、今のうちにぜひ説明のところから登録してください。さあ続きまして、フォロワーさんに聞いたキャンピングムーン何使ってますかランキング第2位はチェアです。僕はですね、なんと今までコールマンのレイチェアっていうのを押してたんですけど、レイチェアがですね、もう4年ぐらい使ってちょっと壊れちゃったんで、そのタイミングでフォロワーさんにみんなおすすめのチェア何ですかって聞いたらですね、結構人数が多かったのがこのキャンピングムーンさんのチェアです。で、ロータイプが奥さん用に買って、僕ハイタイプ持ってます。で、こちらがですね、なんといってもその座り心地が結構抜群やったんですよ。で、これ寝れちゃいますね。いろんな動画で言ってるんですけど、僕はですね、椅子の背もたれがですね、ハイバックタイプが良くて、ハイバックって背中の上まで背もたれがあるタイプなんですけど、もう僕はね、絶対頭の後ろまで背もたれがないとチェアじゃないと思ってますね。頭の後ろまで背もたれがない椅子っていうのは、僕の中ではもう赤い服着てないサンタと一緒ですね。もう背もたれは絶対ですね。もうサンタも赤い服は絶対ですよね。とにかく座り心地が良くないとキャンプでは正直辛いと思います。頭がすっぽり乗せられた高さがあると、もたれかかった時の安心感っていうのは全然違うんで、チェアは僕は絶対にハイバックです。で、そしてやっぱりですね、注目したいのがその値段なんですよ。決して安くはないです。ただ他のメーカーさんに引けを取らないデザインと、あとこのハイバックの作りのチェアにしてはかなり安い方なんじゃないかなと思ってます。一つデメリットがあるとすると、ちょっと重たいってことですね。それもそのはずなんですよね。素材はコットンでできてるんで 4.3 キロとちょっと重たいです。で、コットンだからですね、その肌に密着する部分っていう質感も良くてですね、僕の中ではこれアウトドアチェアの中ではかなりコスパがいい商品じゃないかと思ってます。で、デザインもいいんで、室内で使ってる人もいるみたいです。見た目のかっこよさもですね、アウトドアチェアにとって重要なポイントになると思います。さあ、お待たせしました。フォロワーさんに聞いたキャンピングムーンさん何使ってますかランキング第1位の前に、皆さんいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。で、あとですね、2023年の11月の11日12日にあるイベント、フィールドスタイルの方に僕が出展いたします。ですので、皆さんフィールドスタイル来られる方ですね、ぜひ僕のブースに来ていただいておしゃべりしましょう。で、いろんな特典用意してますので、またよろしくお願いします。さあ、お待たせしました。キャンピングムーンさん何使ってますかランキング第1位はこちら、フィールドラックです。知ってる方も多いんですが、このラックですね、いや皆さんラックなんやと思って動画閉じようとしているあなた、ちょっと待ってください。それ本当にワンピース空島編で終わるくらいもったいないです。この動画を最後まで見てください。皆さんおしゃれキャンパーになりたいですね。このフィールドラック、使い方は無限大で、サイト内が少しごちゃごちゃしてたとしても、このラックがあるだけで物をすっきり飾ることができます。で、耐荷重も30キロあるんで、クーラーボックスとか収納ケース置くことができますし、あと別売りになるんですけど、木製の天板があるんで、組み合わせて使えば完璧なテーブルに早上がりします。あと折りたためるんで、使う時に出せるのも魅力ですね。こちらもあのメーカーさんに作りはそっくりなんですけど、あのユニフレームさん、言っちゃいましたね、ユニフレームさんのが1つ4500円に対して、このキャンピングムーンさんは一つ
2500円ぐらいで、3個セットだとまたさらに安いって感じですね。で、こっちがユニフレームさんで、こっちがキャンピングムーンさん。で、何が違うのかっていうと、高さが1センチぐらい違うのと、で、パッと見厚みが違うぐらいですね。重ねた時に使いやすいとか、このラックですね、正直キャンピングムーンさん手が挟みやすいとかいう声もあるんですけど、慣れたらですね、どれも一緒です。で、固定してない時にこのユニフレームさんのこの足が動かすのがちょっと硬いのに対して、キャンピングムーンさんはブラブラしてるんで、なんか作業してる時にパターンとなって指挟むっていう声もありますが、まあ、本当にこれもね、慣れなので使用する分には全然問題ないと思います。で、今まで紹介した商品っていうのは説明欄の方に載ってますので、またチェックしておいてください。これからですね、キャンプを始める方にとってはこのキャンピングムーンさん、心強いメーカーだと思います。それではおまけワードです。キャンプあるある、まあそう、キャンプスパイスあるあるですね、を言います。キャンプのスパイス賞味期限過ぎがち。僕は過ぎても全然食べる派なんですけど。というわけで、先ほども申しましたが、2023年の11月のフィールドスタイルでテントモンスターさんという YouTuber さんと僕がコラボで出店しますので、で、豪華景品が当たるくじとかもしたり考えてます。というわけで、今回の動画は以上になります。次はキャンピングムーンじゃなくてキャプテンスタックさんの動画とか見ていきませんか。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ではまた。